はい、こんにちは、サルイです。いきましょう、スクストというわけでスクールガールストライカーズの実況をしていきたいと思います。実はこれね、撮り直してるんですよね本当はね、タイトル画面から入ってった感じなんですけど、ちょっとね、自信がありましてで、親フラがね、親がちょっと起きてきて親フラになっちゃったんで、撮り直してます。というわけでね、今日はごめん、なんでもない。触っちゃった。とりあえず協力戦、お疲れ様でしたというお話と、ですね、あとは、例によってね、多分今回、まだ11時になるまでは速報的な感じ、ていうか、そもそも結果まだ出てないかな。なので、今日の11時になったら結果発表の、ね、正式な動画を撮りつつ、お疲れ様でしたっていう話をしようかと思うんですけど、なんかすごい今喋ってたこと、というわけでですね、メンテが3時とかにあるんで、多分11時に起きれるよね。はい。というわけで今日はね、断捨離パートをやってきてると思うんだよね。あのね、強化支援が来てると思うんで、どこだ？このなんか、このお知らせってさ、私だけなのかしらんだよ。なんか結構純不動というか、結構バラバラですよね。はい、というわけで、2月26日から3月4日までが、取り込み強化支援ということで、ね、この、特攻名枠を中心に美味しく稼いでいきたいと思います。で、ちょっとメッセージをちょっと後で返させていただきますね。さすがにちょっとね、内容によっては動画に載せちゃまずいのもあるかもしれないんでね。あと一応ね、プライバシー的な話がありますからね。で、これ何もらったんだろう。報酬か。これをもらおうかなと思って、何だったんだろう。でもさすがにね、ちょっと1万円はね、難しかったです。あ、これですね。18,311。いやー、やりました。パチ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 。いや、だいぶね、目標というか、設定していた目標よりは伸びましたね。もともとが、ね、前回3万円、てか、ギリギリしかもね、最後寝落ちして、28,000円ぐらいはキープしてたんですけど、最後のね、1、2時間ぐらいで寝落ちしちゃって、起きたら23時59分っていうね、で、3万ちょいっていう順位で、残念ながら惜しくも3万以内っていうね、もう逃したんですけど、ね、で、今回だからそれのリベンジという感じだったんですけど、それを大きく上回る、2万円も切っちゃうっていうね、18,311になりました。やったーということで。で、スコアもね、なんか50万いけたらいいなみたいな感じだったんですけど、全然50万も余裕で72万いきました。でもそんなになんか、失礼。がっつり張り付いてたっていうわけでもなく、ちょこちょこ、ほとんどエリクサー使わなかったですからね、なんだかんだで。一応ね、協力戦エリクサーは結構余ってたというか、あったんで使ったんですけど、探索エリクサーなんかほぼ使ってないですからね。自然回復プラスアルファっていう感じだったんで、結構やれたんじゃないかなという感じですね。はい。皆さんはいかがだったでしょうかね。おう、ハンター。ハンター来た、ハンター。トップ3万の称号。これつけよっかな、ハンター。やりましたね。なるほど。せっかくだから。ハンターキャッチチームメイトってのもいいんだけどね。ハンターの実績ありそうじゃないですか。で、ちょっとね、今回のイベントが終わっちゃったんで、ね、メンバー的にまた元に戻していきたいんですが、入れ替えます。おかえりさとかちゃん。アシストも入れ替えなきゃいけないから、それ後でいっか後でやりましょうか。とりあえずね、先に脱がせばよかったな。なんかちょっとエロいですね。メモ化をね、脱がしておかないとダメだよね。で、ティエル先生もお疲れ様でした。で、ユキエちゃんは変わらずか。このままだね。いつも通りですね。美穂ちゃんも変わりず、日本語がやばい。変わらずですね。ノエルさん。ノエルさんもね、今回ね、拾いましたからね、あざすって感じですけど。で、前回はね、収束じゃなかった、収束はさせてないんだけど、
収束もさせた方がいいんかね。煙突をね、しなかったんでね。で、今回ちょっと煙突をした上で、どれだけ稼げるのか。ちょっとね、SR はね、まだそもそもメインのメモかすら、まともに煙突終わってないんで、このためだけに使うのはちょっとないかなと。うん。で、だいぶね、結局、特攻煙突使っちゃったんですよね。まあいいかなと思って。多分むしろこの機械ぐらいしか使わないですからね、多分。うん。あ、でも私、レア煙突って1個しか持ってないの、もしかして。そもそもやった。ん？まだいける？あ、違うか。必要なのが1ってことか。まだそうだよね。何個か持ってるよね。よかったよかった。あ、てか上にあった上にあった。左上だ。え、あと9個ありましたね。うん。で、50がマックスなんで、もういかないよね。はい、すいませんでした。ってなって、強化して、足りるかな？足りなかった。足りなかった。足りなかっただと？まあ適当になんか取り込んでから、まあやればいいか。なんかちょっと悔しいな。まあなんならね、エテルノランドとかでも強化ポイント変えるんだけど、エテルノランドじゃないや。冒険チャンネルのエテルニアカオ。エテルニアカオを使ってね。まあいいでしょう。まあとりあえず、最後にね、今回の、何やっけ、特攻メモかは、お楽しみに撮ったことして、まあ、とりあえずね、あれ？ちょっと待って、なんかさ、まとめて、みたいな、ならんかったっけ？あ、ちょっと待って、なんか設定をもしかして、ちょっと待ってくださいね。そっか。あれ、今どこだっけ？あれ？オプションだったっけ？ホーム画面で傾きは別にいらないかなと個人的に思ってるんで、そんなしていいかな。まあ、ついでにね。んで、おやあれちょっと待って。もし下にあったかな。不慣れでね、すいません。取り込みの、あ、これか、まとめてセットか。これでしたね、ごめんなさい。はい。うん。どうぞ。これで、まとめられたから、まあ、とりあえず、一回これだけで取り込んじゃいますか。マッシュ。まあ、とりあえず、ノーマルメモ形ですね。いけらー。234。で、次。HN。セットしていき、レアもあるのかな。特攻は入ってないよね、まだね。うん、と思うんだけど。で、ちょっと待ってね。ここで一回、さっきの強化をしておいて、しっかり帰ってきますからね。上げて損はないということで。でですよ、ここからですね、楽しいのがね。さあ、このレアたち。これあれだね。なんかのやつ。なんならもうどんどん乗せていっちゃう？うん。これ多分前回のやつかな。この辺が3000。まだ安いよね。あれ？この辺は単体なのか？ああ、あったあった。ああ、これこの間のチョコミントのやつか。はいはいはい。今日この間のイベントで撮ったやつね。とりあえずここにしておこうか。うん。で、ここにして、歯磨きのやつ。うん。とりあえずこれが40のね、安いね。じゃあ行きますか。一つでいくつだっけ？2万。でかい。
しょうか。4万2000円。だから1個が約2万ぐらいかけるのかな。これを取り込みましょうか。でかい、6万3000円。はーい。圧倒的。で、最後に、ノエルさんの SR 特攻。これをお別れします。テクノシャングリラ。あ、でも2万なんだね。まあ言うてでかいけどね、2万。うん。でもあれか、やっぱ収束率の問題なのかな。あとは、煙突の具合。うん。なのかな。まあまあまあ。はい、というわけで。これで強化ポイントが、がっつりと増えました。やったねって感じですね。というわけで皆さんもね、よかったら、この機会にね、がっつりと取り込んじゃってみてください。あ、いいこれだ。今対戦行ったらさ、メンバーやばくない？やっぱりめちゃくちゃ弱い。ちゃんとメモかつけ直さないとやばいね。はい、というわけで、じゃあ今回は、とりあえずね、何やっけ、協力戦お疲れ様でした。で、一応私の順位の速報的なやつと、ちょっとした断捨離パート。あーと、あとそうだ、ごめんなさい。ちょっとね、終わろうと思ったんだけど、ついでだから、欲しい、これやっとこう。うん。陰陽師。なんだかね、17。あ、じゃあこれもよく考えたら、あれか。分解しちゃえばいいか。分解じゃなかった。取り込みか。あ、でもこれってあれか、メモ化じゃないんだっけ。衣装だっけ。うん。さとかちゃん引いたっけ。飛ばしながらやってるよ。あ、引いた。オッケーオッケー。とりあえず、さとかちゃん引けりゃ上等かな。個人的に。はい、というわけでね、マックスには至らなかったですが、いけましたと。いう感じですね。あとはいいかな。はい。こんな感じで、じゃあお疲れ様でした。バイバイです。